はい、皆さんこんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、2チャンネル創業者の西村博之さんがですね、少し前になるんですけど、無敵の独学術というですね本を出版されてまして、その中でですね、もうバカは独学禁止っていう過激な、ちょっと表現がございまして、ちょっとバカの独学論について語っているんですね。で、今日はちょっとその資格、チャンネルということもあって、独学についていろいろ語っていきたいなと思っています。で、まずこのバカ独学禁止っていうひろゆきさんのちょっと過激な話なんですけれども、これひろゆきさん曰くですね、バカというのはですね、検索能力というのがまずないということで、何がわからないかということがわからないという、ことを定義づけています。で、インターネットでね、情報を入手するにあたっても、やっぱりバカだと適切な情報を入手できないよねみたいな、そういう話だと思うんですけど、なんともう当たり前のことなのかなと。で、結論としてバカは独学しちゃいけないと、で学校行って優秀な先生に教わりましょうみたいな話で、それは当たり前だよねって話もを、しています。で、その、バカが独学っていうのが適正な表現なのかっていうのはちょっと置いといたとしても、独学って非常に時間効率が悪いんですね。で、その何を独学って言っても、何を学ぶかで本当に分けるべきで、一概に独学がダメってわけではないと思っています。で、私の場合だと、司法書士の試験について発信をしているので、司法書士の独学はさすがに、やめた方がいいよっていう話はいつもするんですけれども、やっぱり英会話とかっていうのは独学でね、身につけていく人もたくさん多いわけですから、一概にね独学をバカっていうのはちょっとどうかなと思ってます。で、それで司法書士の話するとですね、司法書士とか法律系の資格ですよね、ちょっと難関資格って言われる、宅研がギリだと思うんですけど、独学の限界って宅研以上のレベルになってくると、そもそも独学ってできないと思うんですよ。で、私のですね、同期でも独学で司法書士受かったって人2人かな2人いるんですけど、やっぱりですね、その模試の時は予備校の模試使ってましたし、テキストも一応予備校がね、提供しているものは使ってるんで、少し要領を得れば、もしかしてできるかもしれないんですけれども、それでもですね、司法書士に合格するまで独学の方っていうのは、最低で8年かかっています。なので、これは時間効率もやっぱり良くないですし、そういうのをね、解消するのが予備校だと思うので、これ予備校をやっぱおすすめしています。で、予備校に通っても独学になっちゃう人っているんですよ。で、これが私は真の、ひろゆきさん流で言うとバカだと思っています。で、予備校で通っているのに独学になるってどういうことかっていうと、予備校にせっかく通っているって自分は合格したこともないのに、自分流のやり方っていうのを始めちゃう人がいるんですね。で、私はそのよく試験に早く受かる人ってどんな人ですかって聞かれた時に、絶対に答えるのがやっぱり素直な人が早く受かると思ってます。なので、先生の言うことを聞ける人で、先生は当然司法書士の試験に突破したことあって、今まで何十人何百人と合格者を輩出してきたプロなんですよね、要は。で、そのプロの、意見の方が正しいに決まってるわけですよ、勉強の仕方も。なのに、自分はこういうやり方で勉強するんだと、受かったこともない人間がですね、自分独自のやり方を展開してもそれってうまくいくはずがないし、せっかく予備校に通ってんのに独学してるのと同じなんですね。私はこれがバカだと思ってます。で、それをやっぱりやったら遠回りだし、永遠に受からないで、だから予備校に通っても8年かかる人、9年かかる人、10年かかる人、そして受からない人っていうのはやっぱりいるわけで、それが、この独学っていうのにやっぱなるのかな。なので、独学っていうのは、その予備校に通わない人を一概に独学っていうんじゃなくて、独学を、ダメだよねっていうのってそこだと思うんですね。なので、私はとにかく常日頃言ってるのは、今通っている、参考にしている人、先生、その人の意見だけをですね、ずっと聞き続けることだと思ってます。で、先生ってやっぱりたくさんいて、何人も、いて、やり方それぞれ違うので、絶対一人だけを信じるべきなんですね。インターネット社会なんで、たくさんの先生の意見を取り入れられる時代なんですけど、これをやっぱたくさん取り入れてしまうと、やはりですね、それこそひろゆきさんの言う通り、情報の検索能力がないのと同じで、混乱してね、やっぱできなくなってしまうので、私は絶対一人の先生だけを信じてやっていくっていうことがやっぱ重要だと。だからこれさえできれば、予備校に通わない独学でも私はありだと思ってるんですね。なので、
独学が全部ダメなんじゃなくて、独学っていうものは一体何なのかと、まずここから考えて、その上で、悪い意味で、ね、独自の方法で学んでいくっていうのがやっぱり良くないのかなというような、ね、ふうには思っています。まあでもいずれにしてもね、独学の限界は私は宅建までだと思ってます。簿記の2級3級とか、ね、大丈夫だと思うんですけど、私も簿記や独学なんて大丈夫だと思うんですけど、肌感で宅建はちょっときついだと思う。宅建独学だったら結構すごいなっていうところだと思っていて、行政書士以上になってきたら結構独学はね相当厳しいのかな。でも一方で英会話とかって誰のにも学ばずに身につける人もやっぱりいるわけなので、まあ、このあたりはやっぱり何を学ぶかによってなのかなとも思っています。やっぱ趣味の範囲だったら独学でもね楽しいと思いますし、まあそういうところなのかなと思いました。はい、まあひろゆきさんがねちょっと相当また過激なタイトルでね、バカ独学禁止みたいな話もしてるので、ちょっとそれにちなんで私が思う独学ですね、これちょっと語らせていただいたんですけれども、まあね、情報の取り方っていうのが、まあ、何よりも大事なのかなと思います。私はよく実務でもわからないことがあった時に、その勉強の仕方を勉強するって方法から、とにかくそこに時間を使っています。なのでそれは資格においてもそうなのかな。勉強の仕方を勉強する、独学でいいのか予備校の方がいいのか、そういう勉強のスタートの仕方から学んでいくっていうのが、まあ、一つ始めることなのかなというところだと思っています。はい、まあ、ちょっとダラダラと語ってしまいましたけれども、まあ、ひろゆきさんの言う、まあ、独学禁止みたいな話ですけど、独学って言葉は深いと思っていますので、まあ、そんな感じで私なりの意見みたいなのをね今日ご紹介しました。はい、ということで他にも資格に関するお話みたいなのを結構ね語ってますので、ぜひ興味ある方はまた見ていただければと思っています。ということで今日は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。